滋賀高原、滋賀高原スキー場、一ノ瀬・ダイヤモンドスキー場、一ノ瀬・ダイヤモンドスキー場は、長野県下高井郡山之内町にあるスキー場である。滋賀高原スキー場の一ノ瀬地区に位置するスキー場である。正式名称は、一ノ瀬・山の神スキー場と合わせて、一ノ瀬大松山スキー場という、ホテルが集中する奥滋賀林道沿いの谷間集落を挟んで、 一ノ瀬ファミリースキー場と対峙する位置にある。また一ノ瀬エリアの各スキー場と焼き火台、山スキー場、奥志賀高原スキー場を結ぶ要所にあり、多くのスキーヤーが行き交う。土曜日にはナイター営業を行っている。リフトの運営主体は志賀高原リゾート開発。志賀高原スキー場の中でも特に樹木が少ない個性的なスキー場である。 迂回しながら滑れば、初級者でも、直線的に滑れば、上級者でも楽しめる幅広い客層が、スキーやスノーボードを楽しんでいる。大松山町部において、市ノ瀬山の神スキー場に、接続し、またふもと部において、古戦橋を経由して、市ノ瀬ファミリースキー場に連絡する。2020から2021シーズンの中央エリア限定リフト料金は、以下の通りである。 滋賀高原18スキー状況ツーリフト圏については、滋が高原スキー場を参照のこと、スキー場のふもとに様々な施設が用意されている。ありがとうございます。